呪状歌は、川端康成の短編小説。川端が新境地を見せた初期の代表作の一つで、川端の死生観がよく示されている作品である。また、川端自身が最も愛している作品の一つでもあり、川端文学の基本的なものを内包している重要作品でもある。ある霊感の強い女人が恋人に捨てられ、彼の死を知り、その苦悩や失意の中で、 林廻天章の女上詩に救いを求める愛と死の物語。嫉妬や図書、悲しみの末、金獣草木、天地万物のうちに愛する人や自身を見出し、例の国やメイド、来世で愛する人の恋人になるよりも一つの花になりたいという半身論的心境に思い至るまでの詩的な心の軌跡が、例のモチーフで神秘的に描かれている。1932年、雑誌。 中央公論2月号に掲載され、翌年1933年6月26日に、新庁社より刊行の化粧と口笛に収録された。その翌年1934年12月25日に、序長家として竹村書房より単行本刊行された。翻訳版は、フランシス・マシー役、韓国、ロシア、フランス、イタリア、 ポーランドなど世界各国で行われている。私は、まだ字も読めない幼少の頃、歌われる、カルタの札を、次々と小さな手に取り当て、周りの大人たちを驚かせ、振動と呼ばれていた。その投資能力や、予知能力も年頃になると、時々発揮されるだけとなるが、それでも、幼い弟の危機を霊感で救ったこともあった。私は、夢の中、 京畜桃の花盛りの海岸の工事で行き合った一人の青年に恋をし、岸近くを走る汽船の名前まで覚えていたが、その二、三年後、初めて訪れた温泉場の工事の夢と同じ風景の中、その青年のあなたと出会った。それから、私とあなたの間には、不思議な魂の霊感の共鳴があり、愛し合い暮らし始めた。ある日、私は、 母親の死を直感し帰省した。葬儀の後、私は父親からあなたとの結婚を許され、実家にしばらく滞在した。しかしその期間、あなたは私に黙って友人の綾子と結婚してしまった。私はそれとは知らずに、二人の新婚旅行の初夜の同時刻、突然香水の匂いを霊能力で嗅いだ。それは四年前の出来事だった。それ以来、 私の心の翼が折れ、投資能力も霊感も消え、その後、あなたが突然死んだことも察知できなかった。失った愛の苦しみを癒すため、私は、古今東西の経典や仏法、霊媒の話を読み漁った。私は、輪廻転生を、人間が作った一番美しい愛の助上詞だと思いながらも、昔の聖者も今の心霊学者も、人間の霊魂だけを尊び、 動物や植物を下げ住んでいるようにも感じた。人間は結局何千年もかけ、自身と自然界の万物とを区別する方向ばかり進み、その一人よがりの虚しい歩みが今こんなに人間の魂を寂しくしているのではないかと私は考える。太古の民の反心論と世間から笑われても私はいつか人間は再び、 元木と道夫を逆に引き返すようになるかもしれないとも思い万物ルテンを唱えたレイモンドローチの功のおとぎ話も科学思想の象徴の歌であり物質が不滅ならば知恵の浅い女のみでありながらも悟っていた魂の力だけ滅んでしまうとするのは矛盾だと感じたそして私は 魂という言葉を、天地万物を流れる力の一つの形容詞と感じ、動物を下げすむ因果応報の教えを、ありがたい助上司の穢れと感じた。エジプトの死者の書やギリシャ神話はもっと明るい光に満ち、月景樹に姿を変えたダプネーや、副樹草に生まれ変わったアドーニスのように、姉ネモネの転生は、もっと朗らかな喜びのはずと、私は思った。 あなたに捨てられ、姉もねの花の心を知り、哀れな女神でいるよりも、美しい草花になった方が、どんなに楽しいか、あや子や、あなたへの恨みに日夜苦しめられる哀れな女で、いるよりも、姉もねの花になってしまいたいと、私は何度も思った。愛を失い、すべてが味気なくなっていた、私は、輪廻天章の女上詩を読むうち、金獣草木のうちに、あなたや、私を見つけ、 次第に、天地万物をおおらかに愛する心を取り戻していった。あなたの死を知ったとき、呪いの一年で人を殺してしまった、精霊資料の話を、私は想起し、なおさら草花になりたいと思い至った。例の国や、メイドやライセで再び、あなたと結ばれるより、二人とも勾配か、強畜桃の花に転生し、花粉を運ぶ胡蝶に結婚させてもらうことの方を、 美しく感じる、私は、そうすれば、悲しい人間の習わしで、死んでしまった、あなたに、こんな風に語りかけることもないのにとつぶやく。女ョジの作品成立には、川端康成の青春を支配したと言われている、初恋の少女、伊藤初代との失恋が、川端の内部で、整理されて、10年後に客観的に帰り見られた、背景があるとされている。 16歳から孤児となっていた川端は23歳で伊藤発代と別れ、さらに激しい虚無に落ち込み、その10年後の34歳の時に女教家を創作することで初期の女教文学が完成されていった。伊藤発代は東京府東京市本郷区本郷元町2丁目の行き坂のカフェエランで女給をしていた少女で、1921年10月8日に、 川端と婚約したが、ほどなく11月17日に、初代から、私は、あなた様と固くお約束をいたしましたが、私には、ある非常があるのですという婚約破棄の手紙を、川端は受け取った。そして初代は、忽然と川端の前から姿を消し、新たに勤めたカフェアメリカの支配人であった N と、結ばれた。川端は、初恋の失敗で失意のうちにあったが、その後、 当時移り住んだ文芸時代同人、菅忠オの家の留守を預かっていたお手伝いの女性、松林秀子と1926年4月から実質的な結婚生活を始め、約6年後の1931年12月に婚姻届を出した。川端は秀子と同棲中の1928年5月に、江原郡入り井町大和荒井塾和座下沢に移り、 その後すぐ道郡まごめ町小宿389の薄田坂近辺に居住し、1929年9月に下役上の桜木町44番地へ転居した。なお、助長課が発表された翌月の3月初旬、伊藤発代が川端拓を直接訪ねてきた。最初の夫、中林忠蔵と死別していた初代は、 中林との間の長女を引き取ってほしいと頼みに来た。この体験は、その後、姉の若い母の初恋創作の題材となる。幼少時から霊感の強かった川端は、1919年に知り合った近藤校の父親から聞いた、新知学に興味を持ち、カミリー・フラーマリオンやオリバー・ロッチなどを愛読した。また新感覚派と呼ばれた頃に創刊した、同人誌。 文芸時代では万物一如主脚合一の思想を掲げていた。川端は女情歌を発表した2年後に以下のような文学への抱負を語っている。私の近年では女情歌を最も愛している。私は東方の古典、とりわけ仏典を世界最大の文学と信じている。私は経典を宗教的教訓としてでなく文学的幻想としても尊んでいる。 東方の歌と題する作品の構想を私は15年も前から心に抱いていて、これを白鳥の歌にしたいと思っている。東方の古典の幻を主流に歌うのである。書けずに死に行くかもしれないが、書きた、がつていたということだけは、ちつてもらいたいと思う。西洋の近代文学の洗礼を受け、自分でも真似事を試みたが、根が東洋人である。私は、 十五年も前から自分の行方を見失った時はなかったのである。西方の偉大なリアリストたちのうちには南行苦行の果てしに近づいてようやく遥かな東方を望み得たものもあったが私は幼な心の歌でそれに遊べるかもしれぬ。川端康成文学的自助伝、助情家は神秘的で難解とされ早い時期から死後の生存といったことを考えていた川端の 死生観の修正が見られる作品として着目され、主要作品として認知されている。また現世的な愛欲を美に消化する方法が監視され、佐伯木正一はそれを人間臭い煩悩の形を美しく歌い上げるという脳の戦略と掃除型をなすものと解説している。三島幸夫は、叙情歌を 川端やすなを論ずる人が、再読三読しなければならぬ重要な作品だとし、精霊た、愚妃なと公表しながら、明治の女の、きりりとした寄付を思わせるような文体によって描かれた、つつましやかな独白、切実な、童話であるとして、そこで語られる、稀な、真昼の幻想こそが、本来的に、日本の風土に深く根ざしたもので、小泉や雲が、東洋のギリシャ人と呼ぶ。 日本人の良き面、素朴にして豊かな情緒と包容力を兼ね備えた、真昼の精神であるとしている。そして、その精神では、理智も霊感も、同じ発光のもとに照らし出され、あらゆる悲劇が破滅と妥協のいずれにも組みしない、超自然な、健やかさを備えるに至って、神秘が初めて、本然の神秘そのものであることが可能となっていると、三島は考察している。 このユートピア自身が一つの逆説であるかの物語は、抽象と壮大さをはるかに離れて、微風のような悲しみに包まれ肉体の影にひつそりと息づいているようだ。あからさまな真理の死である前に、思い深い身の音楽である。ふと触れたことが立てる展開の妙音にも似た、気高い響きは、金属的な抽象化された真理の上には、生まれず、清しらかな身に守られてつてはるのだ。 霊肉一致という、痛ましい努力で追い回された理想は、こうした童話めいた、明るさ豊かさの真昼の一節なに、不と可能を減られてしまうものではなかろうか。三島由紀夫、川端氏の、助長家について、三枝康隆は、助長家における、神秘的とも言うべき魂の光王は、すでに手のひらの小説の、心中で現れたものの再現であるとし、浅草くれい団のヒロイン由美子も、 死んだ姉の恋人を訪ねて歩く不良少女であった、伝語指摘しつつ、川端のこの種の思考は、助長家の女主人公によっては、半身論という言葉で言い表されていると解説している。そして、それを川端に即せば、おそらくは、フロイド心理学の進化であり、極めて、日本的な実存主義であるとも言えるとし、半身論的な魂の功について論考している。 展開時は、叙情家の信仰について、その縦糸は、心霊現象を中心となり、その肉付けとしての横糸は主に、レーモンドの霊界通信、仏教の説は、東西古今の神話、キリスト教の創話などを中心にして織り込まれている都市、その展開様式は、広くは、心霊現象と、万物一如が、狭くは、愛欲と悟りが限りない葛藤をする様式に、 なっていくと解説している。そしてヒロインの私は霊魂不滅と自体稚魚と輪廻転生の童話を自由連想と反復という方法で語り、非現実の世界の中で霞や雲などで何回も重ねてそういう助上の歌をほのほのと歌い上げたと作品要約している。さらに県会寺はヒロインリュエダは仏教の因果応報と業による輪廻転生ではなく、 仏教の以前のインドのベダ行による倫理的、宗教的色彩が払拭された、あるがままで良い転生を願っているとして、そうした東方の心のアニミズムは、西方にもキリシア神話の花物語などの動植物への転生が多くあることを鑑みながら、留意だは一級前師の精霊祭の心や太古の民の半身論を自分の姿勢観に受け入れていったと解説している。そして、 東洋、西洋の、そういった、草木転生、国土転生、しっかり転生を通ずる万物一如の宇宙論的、半身論的哲学観を、自分自身の死生観として受け入れた、竜枝は、夢の中の夢のような童話を、このほのと読み上げ、その、序上詞は、原始的転生による、万物一如の半身論の死生観を禁じていると、県海樹は考察している。今村淳子は、 三島が女情歌を川端の切実な童話最も純粋に語られた告白と論じたことを受け、川端が伊藤発代との失恋体験での心情の本心を女情歌というフィクションの仮面の影語っているとして、この作品は三島の仮面の告白に相当すると考察している。そしてこれまでの伊藤発代を題材とした自伝作品では初代への 死母や同型園が主であったが、女情家では、彼女への恨み、嫉妬などの愛の呪いが告白されているとし、主人公が輪廻転生におとぎ話を見出し救いを見つける意味が、作家の方法論につながっていることを解説している。竜枝のおとぎ話の発見は、寂しさからの脱却のためであり、具体的には、家中の蓮華、すなわち、 愛の煩悩を美に消化する方法の発見であるが、そこに川端の作家としての自覚が告白されている。要するに、おとぎ話を紡ぎ出すことが、作家の仕事だという認識に到達したのである。これまでは、自己の体験としての孤児や、失恋を素材に作品を構築することが多かった川端が、助長家においては、おとぎ話をこしらえたのである。すなわち、 個人的な素材から脱却し、失恋を関連的な愛の問題として扱い得たのである。今村淳子、川端康成研究第三章、叙情家の意味祭りの後にに関するカテゴリー、ありがとうございます。